こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いします。さあ、なんと今回で初耳怪談記念すべき100回目の放送です。ありがとうございます。すごい、ノブさんすごいね。いや、これは記念すべきですよ。100続くと思ってました。いやで、今回、はい、そのね、100回にふさわしい超ビッグゲスト、お誰いただいてるんですよ。だってノブさん、今までもね、いろんな方来ていただいたじゃないですか。はい、たくさん来ていただきました、ね、すごい方いらっしゃったんですけどもね、はい、まさに100回、おあの、はい、誰もう素晴らしい方です。ご紹介いたします。初耳怪談リニューアル後は初の登場です。ハニトラ梅木さんです。お願いいたします。はかこそパワーストーン、ハニトラ梅木です。よろしくお願いします。わーい。いや、口開けよ誰か。100回目のゲストで、あ、合ってます、大丈夫ですか。いや、なんでなん。その大体国民で墓に関係ない人いないですから。みんなの親戚、みんなのお墓、国民の墓、ハニトラ梅木です。なるほど。だから今日もね、あのこんにゃくの格好でね。いやいや、墓やって売ってるよ。美味しそう、美味しそう。え、美味しそうじゃない。こんにゃくだけで何がうまいね。墓の方がうまいやろ、それ。墓の方がうまいってこと。墓の方がまだうまい。ほんとすごいですよね、こちらね、ハニーハント梅木さんはね、めちゃめちゃもう人気の方ですからね。いつ僕がディズニーと関係した。プーさんのやつですから。ハニーハント、ハント、トラップ、ハニトラですよ。あ、これだいぶカットなるんちゃうかな。こんなやろう。いや、すいません、 YouTube やったら長く流せるんですけど、はい、尺あるんで。ああ、そうなんですか。トラップ、トラップでしたよね。いや、トラップですよ。トラップだけやと。オフサイドトラップ梅木さんです。違うね。おい、こっから入らないでね。お墓だからこっから入らないでね。パナソニック梅木さんです。お願いいたします。乾電池の形似てるけど。おい、充電したろうか。やめて。そもそも、そもそもそれ被ってるからこんなんなんねんで。いや、そうかもしれない。取れ、取って、取って。いや、トランとずっとこれですか今日。もう主演さんそのモード入ってるんで今。いやいや、じゃ僕もこれできた以上これで行きたいですからね。だってすごいね、もうなんか、はい、もうね、墓石で来る時点でなんか、はい、もうなんか、はい、僕のこといじってくださいよ、みたいな感じ。取るとかあるんですか。そういう人じゃないんですか。取るとかある。いや、に肉ってこと。おい、はい、おい、レギュラー陣で二分すなよ、流れ。どっち行ったらいいか分からへんなるやろ。取れますよ。どっち。え、どっち。いや、俺は取った方がいいと思いますよ。うん、最近なんかイベントやと撮ってるじゃないですか。撮ってますよ。本当1個言えるのは、はい、各所の音声さんからピンマイクつけづれえなってことで、はい、ちょっとマジで嫌がられてはいますもんね。はい、墓にはつけにくいな。そうなんですよね。まあまあそこは自由ですけどね。はい、まあまあそうですね。はい、いえいえ、なんなんこのクラスみんなで言われる感じ。いや、撮ってもいいですけど、こんな静かなんのこの。それやったら前もって打ち合わせで言えよ。つけてこんといてくださいよって。いや、だからそれはね、はい、こっちもなんかつけてくるかどうか分からなかったっていうか。じゃあなしで行きますよ。いやいや、ダメですよ。もうつけましょうよ。いやいや、あなたはそれがアイデンティティなんだ。つけよう、つけよう。そう、そうっすよね。いや、俺やっぱりこのまま行きますよ。いや、取った方がいいでしょ、絶対。ダメだ、惑わされちゃダメだ。いや、君は赤なんだから。いやいや、カンペもおかしいって、梅木さん決断。なんで全て俺の責任だ。そのレギュラー陣でその決めてよ、答えを。その選択によってはどう転ぶかですよ。それ被った番組。怖いって、これなんなん、この番組。いや、取らんといてほしいけどな。取った方がいいと思うけどな。ずっと頑張ってたしな、それで。え、いやいや、確かにずっと頑張ってきましたけど、一回止めへん？じゃあ。一回止めて適切な時間打ち合わせしてから、決めましょうよ。一回止めて編集点作って、さあ改めて言った時につけてても撮ってても面白いよね。どっちでも面白いんだけど。そのなんかね、会議が想像できる。この間に何があったんだろうか。ちょっとこの奥行きはできますけど。いやいやいや、いや、一回じゃあのカメラ止めますよ。そうですね、一回止めてどうなったかっていうので、一回止めて、はい、そうですね、で改めまして、はい、ゲストはってことで僕が紹介するときにどうなってんのかっていう、ね、でどっちかをね、楽しんでいただくそんな番組見たことある。だからあの5分間時間ちょっと設けますんで、はい、ちょっと5分で考えてください。わかりました。はい、なんなんこの番組。一回ね、ちょっと、じゃあすいません、ね、じゃあ5分間考えてください、はい、では改めまして、今回記念すべき100回目のゲストはこの方、ハニトラ梅木さんです。お願いいたします。墓こそパワーストーン、ハニトラ梅木です。よろしくお願いします。と
ってるやん。すいません、今回はあの相続失敗ということでございましてですね、はい、ここで、はい、今こういう形でね、はい、こういう形でご自身で決断されました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。それでは次のショート動画に参りましょう。初耳ショート怪談。これはライヒナさんが小学生の時に体験したお話です。お盆休みにみんなでおばあちゃんの家に遊びに行きました。しかしその時、周りのみんなが心配するほど、ライヒナさんは仏壇の上に飾ってあるおじいちゃんの遺影をじーっと見つめていたそうなんです。そしておばあちゃんの家から帰って数日後、ライヒナさん交通事故に遭ってしまうんです。頭蓋骨骨折で意識不明の重体。その頃、おばあちゃんはとあることに気づきました。お盆休みに撮った家族写真、ライヒナさんの頭の部分だけが写っていなかったのです。心配になったおばあちゃんはお寺に相談に行きました。すると、この写真とライヒナさんのお洋服を一緒にお焚き上げをしましょう。そしておじいさんの霊がついています。分骨が嫌だって言っていますよ。それを聞いておばあちゃんはすぐにおじいちゃんの霊がついているんだって思いました。そしておばあちゃんからお焚き上げが終わり、分骨も一つにまとめたよって連絡が来た瞬間、ライヒナさんは目を覚ましたそうです。これはしげさんという男性の体験だね。怖い。行きつけのスナックに行ったそうなんですが、店のドアを開けて席に着いた。何？ビデオテープですね。テープ何ですか？すいません、おならしちゃいました。違う違う、今そこならないよ。パチッパチッ、あまりにもちょっとなんかみんなが怖がりすぎてたんで、なんとか守ろうと思って。ありがとうございます。ちょっと浄化されたかもしれない、はいはい。なんか今後ろの方でカチッて落として、ね、まあ、ビデオ倒れたんですかね。倒れてます、実際多分。なんかこの辺だと思うんですけど、ね、うん、その辺ですね。梅木、うん、さんの方でやめてよ。かわいい。怖っですよ。びっくりした。何なんすか、怖い。え、なんかこんなことって今まであったんですか、ね、100回記念、100回記念、100回記念だから、おめでとう。100回か、おめでとう。うわ、なんでショート動画、ショート回答見てる時になんだ。いやね、今ってな、だけいろんな幽霊も一緒に後ろで100回記念で見てるんじゃないですか。で、うん、ちょっと動いちゃったんかもしれないですね。こうやって階段の動画見てる。集まってきてたから。はい。加修平さんの奥さんが息を飛ばして早く帰ってきなさいって。ね。ちょっと4本目。尋常じゃない汗かいてる。もうさっきの休憩時間にもうしっかりご指導いただきました。ほら、ご指導。ほら、そこに関しては。そんな予感がしましたよ、僕は。そこはあるのかもしれませんけども。はい、まあ、ちょっとでも本当100回記念って言ってて、うん、ね、まさに百物語ですよ、今日は、なんて話をしてから、ちょっと起きましたね、変なこと。びっくりした。だって、ね、動きようないじゃないですか。そうですね。ちょっと階段見てるから。揺れてもないですね。揺れてもない。でも多分ガヤガヤ喋ってる時やったらちょっと気づきにくいじゃないですか。ちょっと集中して聞いてるこのショート会談の時にわざと、いやいや、はい、わざとだから。いやいや、お話提供者に申し訳ないわけ。いや、もう一回、もう一回ね。あと今始まったその亡き父との再会でしたっけ。はい、このお話もちょっと注目ですよね。そうですね、どっちなんだろう、はい、その時にね、なったから話し始めたらってなりました。まあ、前の話かもしれないし、ちょっとじゃあどんな話なのか、はい、これちょっとなんかリンクするような話だったらちょっと怖いですよね。はい、じゃあすいません、お願いいたします。これはしげさんという男性の体験談になります。しげさん、会社の飲み会の帰りに一人で行きつけのスナックに行ったそうなんですが、店のドアを開けて席に着いた途端、おい、シゲ何してるんや、自分の名前を突然言われたそうなんです。見ますとそこに先だって亡くなったはずの自分のお父さんがいたんです。不思議と怖いという思いはなく、二人でビール片手に語らってますと、同時に席を立ってドアを開けて店の外へ出たんです。その瞬間、
真っ白でかなり眩しい景色がブワーッと広がったそうなんです。それからしばらくして気がつくと、お父さんのお墓の前にいたそうなんです。周りには白い粉のようなものがあったそうなんですが、後日もう一度スナックに行ってみますと、ママから、あの日すごく深刻そうな顔でブツ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 何かを言っていて、誰もいない席にビールを注いだりなんかして、とても酔ってるんだなと思って見てると、俺今からお父さんに会いに行く、そう言ってしげさんが席を立った、そんな風に言われたそうなんですね。しげさん、お父さんと話をしたこの数時間のことは今でも鮮明に覚えてるそうなんです。うん、不思議だな。家と家族写真、これね、まあおじいちゃんが分骨嫌だったにしてもちょっとやりすぎだろうと思っちゃいますけどね、お孫さんに対して。でもこうタイミングがちょっとね、のぶさんいかがだったでしょうか。本当にそのおじいちゃんの家が気になってって、で写真撮って頭が消えてて、まあ交通事故で意識不明の重体で、分骨が嫌だったからといってこんな仕打ちひどくないですか。頭蓋骨ってね、かなり意識不明の重体ですからね。だから俺なんか違うものな気がするんですけど、そこまでちょっと紐解けないというか。今なんかこうね、お孫さんに分骨が嫌だとしても、うん、はい、おじいちゃんがそんなことするかなってちょっと思っちゃいますよね。そうなんですよ、訴えてくるのは分かるんですけど、うん、ここまでなんか事故、ね、事故に合わせてっていうのがちょっとひどいなっていう単純な感想になっちゃうんですけど、でお父さんとの再会、はい、これもすごい不思議な話で、お父さんとの会話知りたいですよね。そうなんですよね、どういう会話をしてたかっていう、うん、その会話に。でもお父さんに会いに行くって最後言って店出て行ってるんで、はい、で多分なんかその会いたくなるようなことを多分お父さん言うてきてると思うんですよ。で本当これ関係ないですけど、さっきの俺周平さんのお父さんだと思うんですよ。いや俺ね、のぶさん、俺もう、ああもう、いやでも鳥はずっと立ってて、100回でいや俺ね、いや今もうすごい、いやすごいっすよ、もうずずずずずずってもう、お父さんちゃうかなと思うんですよ。いやもうタイトルからずっともうずっと思ってて、僕あの高校の時にね父亡くなってて、最近ねもう父親の取材めちゃめちゃ受けるんですよ。でやっぱりこう男親とはなかなか話ができなかった、でもやっぱり社会に出て家族を持ったり挫折を味わった時にこそ父に会って話したかったんですよ。でよく友達が飲み屋バーとかで、この前父ちゃんとさいろいろ語っちゃったよって話がめちゃくちゃ羨ましいんですよって話をすごいしてて、でまさにその父親とって話じゃないですか。でもう一個自分の中でちょっとゾワゾワってきてるのが、お墓参りにって話ありますよね。まあちょっと今日撮ってるのがね、まあ8月なんですけど、実はねあの子供生まれてずっとコロナ禍で実家に子供連れていけなかったんですけど、この来月ちょっと休みあって初めて子供連れて墓参り行けるんですよ。なんかもうすごい重なっちゃって、なんかおえっ、父ちゃんお父さんやと思ったんですね。なんかね、お父さんがもうまさにいや俺やんみたいな、今の状況やんみたいなんでちょっと反応しちゃったみたいな感じもしますよね。幽霊がびっくりしたというか、こんなたまたま同じ話あるっていうのでつい鳴らしちゃったような、なんか悪い音でもないような、ね、気はするんで、いやなんかすごい思うものがあったんじゃないですか。喜 ん, う、うん、喜んでるんじゃないですか。しかも父ちゃんが100回おめでとうって言ってくれてるのかもしれないですね。だから今日俺ゲストやったんか。いや違う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 、関係ないでしょ。関係ない、いやもうなんかなんとなく感動的な感じでないんです。乗っかっといた方がいいでしょ。入ってこんといてこのメディア。ゲストこんな阻害するってある？入ってこんといてってどういうこと？いやいやいや、でもちょっとなんか、すごいっすね。いやなんかいい、素晴らしい。お父さん、皆さんなんかお話何かありませんでした？大丈夫でした？なんかこんな話とかっていう、大丈夫ですか？カジさんも大丈夫ですか？もう本当に不思議が不思議を呼んでるというか、もうこの話自体をするためのなんか呼ばれたような感じしますね。もうこんな、はい、本当にありがとうございます、はい、皆さんのおかげでね100回迎えられました。ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いいたします。というわけで以上、初耳ショート怪談でした。裏初耳怪談配信チケット発売中。総武線駅の4番線にはある
起きてテレビでも YouTube でも聞けない本当にヤバい話が続出。お腹刺して殺したんですよ。でこちらの写真です。さらに豪華ゲストもとんでもなくヤバい話を披露。切りたいっていうカッターたちがいるんですよ。ここだけの恐怖を見逃すな。では続いてのコーナーです。初耳怪談ファーストテイクに参りましょう。ここからですね、怪談師の方に初おろしの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談を話していただくのはハニトラ梅木さんです。お願いいたします。お願いします。出ちゃった。ではよろしくお願いします。はい、お願いします。記念すべきね、100回。100回、はい、お梅木さん準備の方よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。あ、本日はなんとご本人持ち込みの初おろしの怪談披露していただけるそうです。はい、それではハニトラ梅木さんよろしくお願いいたします。はい、ハニトラ梅木です。よろしくお願いします。この話はですね、 A さんという女性の方に伺いました。この方がね、高校生の時のお話なんです。16歳だったそうですね、当時は。そしてね、この時期というのもね、ちょうど秋頃でね、もうすぐ学園祭があるということで学校でいろいろ準備をして、帰るのが遅くなったっていうんですよ。ちょっと肌寒く、ね、なってきた頃をね、こう帰っていってたそうなんですよ。でその下校していく道の途中に大きくてこう綺麗な立派な公園があったそうなんですよ。でその公園をね、こう歩いてたって言うんです。でいつもならね、その公園歩くのすごいね、楽しい気持ちで歩けるって言うんですけど、その日 A さんね、とても暗い気持ちだったって言うんです。大層落ち込んでたということで、これなぜかというと、まあその日いろいろね、うまくいかないこともあって、もう私死んだ方がマシなんちゃうかな、このままいろんなことあっても絶対絶対生きててもいいことないみたいなことをずっと心の中でこう反芻して考えてたっていうんですよ。でその公園の中にね、大きな池があるそうで、そっちの方に歩いていったっていうんです。というのもね、時期的にこうスズムシなんかが鳴いてるもんですから、その池の周りなんかがね、特にそういう音が聞こえる、虫の音が聞こえるということで、ちょっと気分転換になるかなということでこう歩いていったっていうんです。でしばらくこう歩いてる時にね、やっぱり心の中で何回も蘇るんですよね。なんであんなことも私できへんねやろうな、何回繰り返すんだろう、こんなことならやっぱりもう死んだ方がマシよな。そんなことを思ってるとね、男の人の声がしたって言うんですよ。死んだ時の気持ち教えたろうか。え？誰もいないんですよ。え？だから死んだ時の気持ち教えたろうか。誰もいないんですよね。そっちちゃう、こっちこっちこっちや。声がする方をバッと見ると池の中から聞こえるって言うんですよ。池のすぐそば歩いてますから、ちょっと覗き込んだら池の水面が見える。なんだろう、こっから聞こえるな。そう思って A さんすっと覗き込んだ。すると水面がゆらゆらゆらっと揺れて、このね、水面ですよ、ゆっくりとこう中から男の顔が出てきたって言うんですよ。その男の顔が水に半分浸かりながら喋ってくるって言うんですよ。こっちやこっちや、なあ、死んだ時の気持ち教えたるわ。その声を聞いた瞬間ですよ、 A さん体がね、ドンと重くなったって言うんですよ。重くなって、まさにこう水を浴びたように冷たい感覚がして、思わずその場にへたり込んだ。ああって、すると今度はね、息もできなくなるっていうんですよ。息吸おうとするんですよ、うまく吸えないっていうんですよ。全然この肺の中に空気が入ってこない。何度やってもここでもうまさにこの場で窒息しそうになるっていうんですよ。するとまたね、声が聞こえるっていう、こんなもんちゃうで、本当に死ぬ時ってこんなもんちゃうで、男の声がずっと聞こえてくるって言うんですよ。あ、この場にいたらこれ私何かに飲み込まれると思って A さんバッと立ち上がった。早く逃げないとと思って一歩踏み出したら、まるで酔っ払ってるかのように地面がぐにゃーっとこう歪むって言うんですよ。立ってられない、うわーと思って、でこうなんか捕まるものないかって見てたら、まあ横池ですよね。池の方がね、自分の顔にバーって向かってくるって言うんですよ。水面が目の前に来た次の瞬間、ドプン、水の中に落ちた音がした。目の前真っ暗なんですって。
うわーっと思って、するとまた今度別の音が聞こえるって言うんですよ。今度はね、口の中に水が入ってくる音がするんです。その音に先に気づいて、その後感覚を自分の中で思い返すと、あ、水入ってきてる。パニックになってますから、これ変わっちゃうんですよね、感覚が。あー入ってきてる、私やばい、あれ沈んでるやん池の中に。そうやそうや、苦しいやろ、息できんやろ、これやねん死ぬ時の気持ちは。男の声はずっと聞こえる、水の中なのに変わらず聞こえるって言うんですよ。でね、次第にね、目が開くって見えるんですよ、景色が。水面が見えて、その先に綺麗なこう丸い月が見えるって言うんですよ。あれ、あ、私沈んでいってるんやもんな、これ水の中から空見てるんやと。でもなんか妙にね、心が落ち着いていくって言うんですよ。綺麗だな、月って水の中から見たらこんなに綺麗なんだ。あ、でもそっか、こんなに綺麗な月に気づいたのに、この月見れるのもう最後なんだ。そう思うと悲しいな。また男の声が聞こえる。だいぶ慣れてきたな、こうやで最後は。その時にね、ふとね、友達の女の子の声が聞こえたって言うんですよ。おーいって小さい声で、おーいって聞こえて、その声を聞くとその子の顔がパッと浮かんで、あーって、でも会いたいな、もうちょっと喋りたいなと思わずこの足をこうぐんとね、水を蹴り上げたって言うんですよ。するとこの水面から距離はあるのに、ザバッというなんかこの水から抜けたような感覚があって、パッと気がつくと公園の地面に座り込んでる。ちょっとちょっと、えっ、びっくりしたって思ってパッと見ると、その同級生の女の子が自分の横に座り込んで語りかけてるって。大丈夫って、えっ、さっきまで水の中にいたはずなのに気がついたら外に出てる、特に自分が濡れてる様子もない、あれ何、幻だったの、何だったの。頭の中で整理できないまま家に帰ったそうなんですね。これだからまた不思議なことに、ここで終わってたらよかったんですけど、この後もね、その男の声っていうのが続くっていうんですよ。帰ってる途中にね、まだ早かったが、もうちょっとやったのにな。その男の声ってね、なかなか消えなくて、授業を受けてる時もね、聞こえるって言うんですよね。まあ、こんな勉強しても一緒やでお前、こんなんしても幸せなんかならへんねんから、なあもう早死に場所探せや、なあ死に場所探せって。ある時は階段から降りてると、ああ、そうなんや、お前あの子のこと好きなんやな、あの男の子のこと好きなんや、あの子お前が死んだらどんな風に思うやろな、会いに来てくれるんかな、試してみたいよな、おいおい階段から降りてみろよ、飛び降りてみろよ。実際 A さん階段から転げ落ちたらしいですよ。結局ね、なんかお祓いなんかいろいろしたそうで、まあ次第にそれは落ち着いていったんですけど、私にこの話をね聞かせてくれた後 A さん言うんですよね。未だに心が落ち込んで暗い気持ちになった時にまたあの声聞こえるんですよね。あ、暗いことは考えないようにしないとダメですね、というお話です。ありがとうございました。